Bridge.
ブローニャ、作戦地点に到着。ファイヤー、ファイヤー、あたくしの番ね。ブローニャ、作戦地点に到着。ファイヤー、ファイヤー、イエーイ。
皆の者、出陣よ。ついてくる。ありえないわ。あなたと共にこの崩壊降臨よ、ここにあり。勝利は愉快なものに。
Thank you.
さすがメイね。だけどこっちよりは何秒か遅れてるわ。驚く必要なんてないわ。ここは少し変わってるの。でも所詮は楽園の一部でしかないのよ。原理は他のエリアと同じで、そんなに違いはないわ。あ、そうそう、途中でこの子たちに邪魔されたからまだ正式に召喚していなかったわね。指針の書に保管された楽園の秘密へようこそ。ここは私の記憶によって作られた、エリシアが愛した全てを完全に再現した心象風景なの。ご覧の通り、ここは美しいものが集う永遠と平和で満ち溢れた仙境のようなところ。あらゆる理想の果てに存在する無垢の楽園よ。とこしえの楽園。どう？この名前、興味が湧いてきた？ワクワクしてきた？後継者の中でここを訪れたのはメインが初めて。あなたは初めてエリシアの本心を覗くことができる人なのよ。メイ、もう少し嬉しそうにしてもいいのよ。誰があなたをそうさせているのかしら。あなたは全員に、全員じゃなくても大半には証明できた。今更隠したなんてさすがに私でもずるいと思っちゃうわ。それに私はすでにもう一つの正体すら堂々と教えちゃっているじゃない。でもおかしいわね。もしかしてメイ、そんなに驚いてはいなかったりする？何も知らないなんて。メイったら意地悪ね。あんなに秘密を分かち合ったのに。それに、なんで第13律者なの？他の可能性を疑ったりしないの？例えば宇宙人とか、異世界の妖精とか、もしくは、通りすがりの美少女とか？
そんな風に見てたのね。そう来ると思ったわ。それらの質問の答えはここで見つけ出せると思うわ。とこしえの楽園はそのためにあるんだもの。ただ広場で話すなんて少し味気ないと思わない？せっかくちょうどいい雰囲気になってきたのに第三者に口出しされたりなんかしたら嫌だもの。さすがはメイ、冴えてるわ。これぞ以心伝心ってやつね。それじゃあ行きましょう。私が全部教えてあげる。エリシアと第13律者のすべてを。と言ってもメイに全部話すとなるとドキドキしちゃうわね。少し時間がかかっちゃうかもしれないけど、いいでしょ？プロニーオンライン。Hey!
この戦いは私たちの勝利です。戦場に到着した。カズカWhat?
ローニャ、戦場に到着した。ガンサイこの戦闘はブローニャの勝利です。
私は私の選択を信じます。みんなとの思い出はブローニャの一番大切な宝物です。私は闇に、ブローニャは戦場に到着し、え、私の番？破壊者だ！自分の道を見つけました。Thank you.
ローニャ、戦場に到着しました。え、私の番？勝利です。美しい世界を守るために戦うよ、キアナのターン。決戦の敵だ。
雷の律者。電線雷鳴の時。何のために定めがある。つまり、砂漠で。雷電の御神くらい。早く。予見したか。吠えなさい、クリカラ。雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。雷鳴の時、行きましょう。強風よ、私に服従しなさい。自分の運命と向き合うと決めました。
Thank you.